東西日本生産性本部のメンタルヘルス研究所が行ったアンケート調査で、心の病が増加傾向と回答した企業が求心するとともに、心の病が最も多い年齢層を10、20代とする企業が過去最多になっていることが分かった。調査開始以来、初めて30代を上回り、心の病が最も多い世代になったという。背景については、コロナ禍で入社した若年層がテレワークなどで対人関係や仕事のスキルを十分に積み上げられない中、コロナ禍後の出社回帰の変化が大きなストレスになったと考えられるとしている。大変だな。日本って若者を追い詰めるの好きだよな。パワハラやめー。日本生産性本部なんてあるんだ。昔からあったよ。前の会社の取引先だったわ。むしろ俺リモートでやみそう。俺も出社面倒くせえとは思うけど、かといってあんまり一人でいるとおかしくなりそう。テレワークって幸せだよな。満員電車もない。嫌な奴にも会わない。本当に仕事しているのか怪しいのはあるが、しかもわからないよ。通勤のストレスないだけでも全然違うだろうな。テレワークできて稼げる仕事につけるスキルのある奴らが本当の勝ち組。現実はテレワークとは無縁なエッセンシャルワーカーという名の各種現業職に多くの方々がありつけざるを得ない。もう通勤には戻れません。40代フルリモート。新型うつですと診断書出されたら、どうしようもない。このご時世通勤とかタイパ悪すぎることを強要されて大変だな。リモートでできることはリモートでやらせてくれよ。これは大変。職場で楽しく過ごせるためのレクリエーションを義務付けましょう。昼休みはキャッチボールな、野球チーム会社で作るから入れよ。精神科や心療内科の新刊は数ヶ月待ちが当たり前。出社したいとか忘年会やってみたいとか言ってなかったか？若い時につまずくと取り返すのは大変だよ。外出のために身だしなみ整えて明るく振る舞うだけでもハードル高い人が増えたように思う。賃金上げないからだろ。単に先輩上司が意地悪だからだろ。昼休み前に仕事依頼したり。テレワークになってからうつ治った。専門職エンジニアでも実務歴が浅いと出社組だから若年層は不憫。実務経験積み上がるまで大変。そら就職して数年は不安だらけだろ。精神科も受かりすぎ。いやいや世の中厳しさ増してると思うよ。経験値が少なければなおのこと。みんなもっと優しくなろうぜ。8時間労働はおかしい。通勤してる時間は無駄。歯磨きは勤務時間に入りますか？単に会社に嫌な奴がいるだけだろ。若手に落ち度はないと思われう。メンタルクリニックも混みすぎて予約取るのも大変らしいな。飛び込みで見てもらえないんだってな今。通勤ラッシュもきついし人身事故もメンタルに来る。良い加減対策しろよ。鬱になるくらいに出社したくないなら、在宅ワークできるところに転職すれば。というか、今までは無理やり我慢してただけだろ。社会的に許容されるようになっただけ。10年ぐらい前はマジでひどかった。人間ある程度は歯を食いしばって頑張る部分がないと、どこまでも堕落するからペットの猫みたいに一日中ゴロゴロ寝てるだけになるぞくさ。それでいいんじゃね？そもそも人間なんてそんなもんだろ。会社員時代、心身の健康に関するアンケートに回答するときに本心は答えられなかったな。しんどくても仕事を減らされるんじゃないか、昇進に関わるんじゃないかと問題ないふりしてた。今の子は正直だね。俺が若いときなんて24時間働けますか？の時代だったのに、羨ましは。通勤30分以上でうつ病リスク3倍だしな。そりゃそうだろとしか。これも少子化の要因。人手不足を理由にこき使われまくりなんだろ。ブラックならすぐに転職おすすめ。自分の父親は古い昭和タイプでめっちゃ厳しくしょっちゅうしばかれたけど、結局それがいい方向に行ったかというと微妙なところで社会人4年目で精神はずらって、精神科が良いになった。仕事になるならリモートでいいんじゃね？なんか困るの？業務に支障が出るならその分マイナス評価すればいいだけでしょ。リモートして業務効率が落ちたから、出社してくれって会社が要求してる。それに従ってくれないと困る。しんどいもんな。引き分けのないジジイが偉そうにしてて。テレワークなどで対人関係や仕事のスキルを十分に積み上げられない。テレワークしてる企業がどんだけあんねん。うちの会社もやっているし普通にあるよ。テレワークしたがる人はメンタル辛そうな人が多いのと同時に、テレワークでメンタル病む人も多いので、テレワークとメンタルは複雑。サラリーマンのストレスの大半は電車にあると思ってる。都心だけだろ。地元は 95% 車、電車なんか 1% 未満。この前アメリカでも若い人の心の病がものすごいことになってるって国際ニュースでやってた。アメリカの会社でも他のどんな年代より20代の人たちが休む日数がダントツになってるらしいよ。それって休むハードルが低くなったとかその辺の意識が変わったってだけじゃないの？そういや、新卒のアメリカ人女性が SNS で涙ながらに1日8時間も働くなんて耐えられないと訴えていたな。でも図は大変だな。俺たちの時代は自動車免許なんて親がお金を出すのが当たり前だったけど、今の子は自分でお金を貯めて取りに行くみたい。20代から老後のための投資なんて言われたら、未来なんて書けないよ。これは別に悪いことではないんだよ。メンタルの不調も一つの病気だとこの世代ではちゃんと認知されてきたってことだから。我慢して SOS も出せず治療もせずってよりよっぽどいい。在宅でできる仕事は在宅でいいんだよ。通勤のストレスと時間が無駄と気づいただけ。部下に気を使いすぎて上司が病んでる。部下腹あるよ。一度メンタルやられると一生の傷になるみたいね。
体育会出身でメンタルも自信あったが、会社の演出な同調圧力には参った笑い。なんかすげえ神経質なやつ増えたよな。わかる。電話を取るのを極端に嫌がったりな。まあ俺も好きではないけどさ。若者に限らず怠け者は増えてるけどな。スマホやりすぎじゃない？一旦スマホから離れたらいいと思うで。リモート最高。出社してもあんま意味ねえよ。俺の会社は今でも週1出勤であとは在宅ワークにしてるけどな。どうしたん？話聞こか？40過ぎだけど確かに希望はないな。でもいろいろと諦めたら楽になれるぞ。俺の息子も元気ないわ。働き方も所属する集団にも合う合わないはあるからね。しんどいならやめて自分に合う場所を探したらいよいよ無理することない。学校でやんで不登校なったけど会社はいけてるわ。学校よりはずっとマシ。まずい社の診断書が必要。自己診断はやめろ。おじさんたちにパワハラされるからね。とりあえず筋トレやっとけばええよ。通勤はやむよな。精神が病んでしまうと恋愛、結婚どころか人付き合いも難しいのではないか。週末は疲弊から一人で休息の鬱予備軍も襲う。やむのは自分を責めるやつだけ。過剰なコロナ政策で3年間も部屋に閉じ込めたんだからやむの当たり前だろ。出社はストレス、はっきりわかんだよね。こういう時こそ、無心で体を動かせるブルーカラーへ行けばいい。俺はトラックドライバーだからよ。上司や同僚と顔合わすのは出勤時と退勤時だけだし。若い頃は堺引っ越しセンター現状ドライバーとして同僚としのぎを削ってきたから、大抵のバムルには負けねえよくさ。マジかよ。俺、トラック運転手に転職してえわ。人間関係マジうざすぎ。20代でなくても一度テレワークやってしまうと毎日出社なんてできなくなるよね。まず通勤がバカくさい。労力の無駄。家なら起きてパジャマのまま仕事できんのにさ。おっさんだが満員電車で通勤する地獄は勘弁な。テレワーク最高。上の世代は調子悪い時はスランプ扱いやねん。テレワーク楽だもんな。通勤しないし聞きたくもねえ無駄な愚痴とか聞かないで済むし。これが終わってまたこれから先40年は毎日毎日通勤で沈め味わいながら働くとか考えたら鬱になるよ。みんな現場労働やれよ。20代でブルーカラーに転職してから鬱の状態が改善してきたからな。農業でもやった方がいいんでないかな。体力的にはきついだろうけど精神的にはそっちのがいいかもしれん。農業も JA や他の農家と仲良くしないといけないからな。旅行とかあるんだぜ。若い人は少ないから優しくしてくれるみたいだが。都会の大きくて綺麗なオフィスってみんなの憧れだと思うんだけど、無機質すぎてダメだった。あれ精神的にやられるわ。なんだろうね、電波のせいだろうか。綺麗な工場とかの現場労働に行けばいいと思うんだ。そういう連中はオフィスの堅苦しさ味はなくて済むしな。人は嫌な奴に囲まれるとやむんじゃなくて、いい人に接することがないとやむ。いい人ばかりの職場よりも、いい人ばかりで一人だけ嫌な奴がいる職場の方が団結心が高い。適度に忙しくて仕事が楽しい職場ってどっかないかな。給料はそんな多くなくてもよい。仕事にそういうことを求めるから現実と乖離してやむんでないか。仕事した分金もらう。仕事に求めるのはこれだけにしとけ。楽しいのはプライベートで。パワハラとかに過敏すぎてちゃんと社内教育ができてないのもありそう。ある意味かわいそう。人間関係が一番だるい。人と一緒に仕事なんかしたくもない。意味のない労働で世の中は溢れてるからな。俺もメンタル弱いけど、あいつらはなんか違う。覇気がないんだ。人生丸わったって感じがにじみ出てる。目立ちたくないんだよ。目立つと利用されるから。何に利用されんの？まず仕事を押し付けられる。任されるの間違いだよ。なんてマイナス思考だ。ほらほらそういう言葉遊びをして若い子に仕事と責任を押し付ける。君の成長のためだとかねごと言ってさ。それじゃ将来何もできないおっさんになるぞ。セロトニン不足かもな。朝は日光の当たる広場で少し体操。昼休みも外で少し体操。年齢の高い人ほど社会生活に対する習慣がついているから、コロナ禍から戻りやすいけど、若い子は環境変化で影響が出やすいと思う。鉄は熱いうちに打て。20代を無駄にしないでね。自分に自信がないんだよ。この記事は間違っている。正しい背景は飲み会が復活したことだ。やめちまえ。昔から3年以内に3割程度やめてんだろ。飲みには誘わないし残業はさせないし、有給は自由に取らせるし、仕事はちゃんとマニュアル付き、オンザジョブで教えるし、自分がされてきた逆をしてるのに、何が不満なの？言ってみ。まず仕事をろくに教えないね今は。昔は結構付きっきりで教える余裕があったわ。何も教えずにこれやっておいて明日まででいいからで。結構若い子が潰れる。今の若い子は教えてもらうのが当たり前だからね。20代が心の病ですよ。職場環境改善。そういう話ですね。60過ぎたジジイだが、もう出社は勘弁してくれ。オフィスワークは家で十分だろうに。目立ちたくないというのに YouTube に憧れてる。矛盾。YouTuber 目指すなんてもう古いよ。あれは無職と言われたくないためにやるんだ。投資家と同じだな。今の子は承認欲求もないよ。
褒めて認めてがない？願いは否定しないでほしいだな。ダメ出しされるのが嫌で喋らないんだよ。これまで仲の良い友達感覚でしか接してなかったからな。しかもオンラインで。大体どの辺のキャラの子が病んでるの？営業マンできるような明るい子もダメ？営業は性格の善良なやつはやめて。悪人面に変わったやつが残ってるくさ。そりゃ学校で甘やかされれば社会じゃそうはいかんだろ。まあ俺も暴走しちゃ金融入って毎時間。やんねえのかやんねえのか言われてやんだけど。義務教育で心理学を必須にすれば、7割は解決するのにな。確かにな。誰かが困るんだろう。最近の若者は草食系と呼ばれててスマホしかせんからな。あれがダメ。毎朝出勤とかやむやろな。会社仕事好きじゃなかったら。働いたら負け。なるほどデリケートなんだな。Y のように。明るい子って決めつけるの結構な罠だよな。意外と繊細で潰れやすい。正直彼らの生徒も言い切れないと思う。叱責ですらないものを叱責と捉えてしまうくらい、あるいは引きずってしまうくらい優しい環境で育ってしまってるだろ。自分の意見も言って先輩とガチの喧嘩したら仲良くなるよ。草食系どうにかせんと。もう労働の時代は終わり、資本主義の限界だよ。会社行きたくないってことか？毎日、家の掃除と、ウォーキングと、ゴミ拾いと、スクワットやればうつなんか吹っ飛びます。マジです。結局それよな。どんだけ技術が発達して社会のスピードが速くなっても、人間の体は原始時代のまま、食って運動して寝る。この基本が崩れればやむんだよな。ああそうか。通りで現場労働でうつが軽減したわけか。自然に運動になってるし、オフィスワークだと一日中座りっぱなしだからそれだけでも精神やむわな。コロナ禍のテレワークでうつになる謎の人がいるってニュースあったけど、そういうタイプのうつもあるんだとびっくりしたな。パワハラされてうつになるのはわかるけど。結構多いよ。ただテレワークでうつになる人は週に2日くらい出社すれば耐えられるが、テレワークしないとうつの人は週に1日出社でも耐えられない違いはある。あとテレワークしないとうつの人はテレワークだと強気になってしまって出社が怖くなるというのもある。言っちゃなんだけど運の影響がすごくある。配属先で直属の上司ガチャ外れ積もったらすれる確率激高になるのは疑いようもない。ホワイトカラーの人間関係に嫌気がさした奴は現場仕事しろよ。新卒カードを捨てて競走馬の牧場に就職した友達は、生きがいを取り戻したみたい。いい子いい子、よしよし、偉いねって感じでやればいいのか、仕事にならんよ。きつく当たらなきゃいい、無理させなきゃいいんだけど、労務管理や業務管理ができない奴はそれができないんだ。育つの？育たないのなら企業は容赦なく見捨てるよ。甘く考えすぎよ。徐々に育てるんだよ。お前のやり方ではもう誰も残らない。クソ部長から部下を大事に育てろと言われるが、俺はお前から仕事を教わった覚えも、育てられた覚えもない。これから忘年会シーズンだから、さらに心やむね。忘年会はもう2週前から始まってるよ。友人との忘年会じゃあるまし。忘年会もさ、出席したらお金もらえるとかすりゃいいのにな。ここにもいるけど、未だに根性論振るうやついるからな。しかし、悩みや苦しみは自分の中で受け止め方や捉え方を変えないと、誰も救ってあげられない部分はあるからな。その究極なものが大事な人の丸とか。テレワークに慣れすぎたせいで今出社強要されたらやめそう。出社してる人たちすごいわ。うちはテレワークしたら社員がサボるというのでなくなった。実際はそんな感じだと思うよ。オフィスを削るためにフリーアドレスにして、全員出社したら椅子が足りないとかもよくある。机は部長も長机の一角。心が痛いと言ったら会社休めますとか会社が無理やり辞めさせることがないホワイトですって時代になっただけとちゃうの？20代はそれをうまく利用している。平等公平を教えられて、何かあれば親が飛んできて教師を謝らせる時代になったが、真綿にくるまれて守られた学生時代で、しかし打たれ弱くなると、社会に出て苦しむのは本人だからかわいそうだな。うちの新入社員もやる気が出ないからしばらく休みますって休んでるわ。出社するか辞めるかの二択しかないと思ってたわ。メンタル育むのを諦めた必然。違います。頑張っていても給料に反映されないからです。まあ俺も稜線をさまよったことは何度もあったな。サラリーマンの高不幸は直属の上司で決まる。リモートワークとか一日もなかったぞ。社会構造が古いんだよ。合わせて損しかないものに無理に合わせたら普通の人も病んで仕方ない。出勤は週一やけど、うざい会社の奴らと関わらなくてもいい。幸せ。学校の部活と同じだね。非人間的な環境に耐えて適応できた人だけが生き残り幹部になる。生き残った人はそれが組織の正しいやり方として過剰にインプットされるから下の立場の人に昭和の息苦しさを繰り返す。ブラックの黄色依存性だな。日本を最悪にする完璧で伝統的な要素だ。甘やかして大事にしすぎるのも人間をダメにするな。考えてみたら下積み時代が一番きついのは当たり前なので。逆に60代、50代に心の病が多かったら夢も希望もないな。俺も鬱だけど年間310日去年実績働いてるぞ。お前らを見てたらそりゃやむと思うけど。あざます。国にもっと頼れ。うつ病は、薬では治らないからな。周りの接し方が大事。ハラスメントや否定することを、言う人がいたら、治らない。そうだとして他人は助けてくれないから難しいところ。だから、体育会系が強いんだな。人事もわかってるわ。これっていつの時代も変わらないな。そうなんだが、
体育会のキャプテンクラスに責任感が強いやつはそれはそれでうつ病自慢率は上がるらしい。つまり頑張りながらも適当に行けと。俺も仕事中は心を無にして働いています。なので仕事の記憶がありません。家ではラーラー騒いでます。会社よりスマホ中毒で病気になっている方が多い気がするのは本当そうだわ。今年の新入社員の子が仕事がハードすぎてそうでもない鬱になったとかで母親が殴り込みに来たな。俺が無理せずにしんどかったら休んでねって言ったのが見捨てられたと感じて鬱になったんだと。部長やら労働なんちゃらのじい様に詰められて俺が鬱になりそうだったわ。忘年会新年会とか鬱になるよな。働かないけど好きなことはできます。まずは同一労働同一賃金な。そっからや。病気認定の幅が広がっただけ。眠れないってだけでもう適応障害。やはり労働ワーク労働だと思うから大変なんだよ。好きを仕事にしろ。そして好きなら必然的に競争で勝てる。やっぱ仕事ってクマルだわ。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。